今から災害対策特別委員会会を開会いたします理事の補欠選任についいてお諮りいたします委員の異動に伴い、現在、理事が11名、欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。 それでは理事に足立俊幸君を指名いたしますこの際小この国務大臣赤澤内閣府副大臣及び和田内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので順次これを許します小この国務大臣おはようございます小この八郎ですどうぞよろしくお願いいたします 国土強靭化担当大臣、防災を担当する内閣府特命大臣として一言ご挨拶を申し上げます。我が国はその自然的条件から、各種の災害が発生しやすい特性を有しております。こうした我が国の特性を踏まえ、防災は国家の基本的かつ極めて重要な任務であるとの認識に立ち、災害に強くしなやかな国づくりを進めてまいる所存であります。災害に対して政府一丸となって対応するため、省庁の縦割れを廃し、事前防災、 災害警戒時から発災時の応急対応はもとより、復旧、復興、発災後まで関係省庁が密接に連携するとともに、自助、共助、公助、そして絆という社会像を目指して、災害から国民の命を守るため、できることは自分でやってみるという自助、家族、地域でお互いに助け合うという共助、政府がセーフティネットでお守りをするという公助を組み合わせた取り組みを推進してまいる所存です。また より効果的、効率的な対応を行うため、現場のニーズを踏まえつつ、防災のデジタル化を進めてまいります。未だ記憶に新しい東日本大震災や熊本地震、令和元年東日本大砲をはじめ、この1年間にも台風、豪雨等による災害が発生し、令和2年7月豪雨等により、多数の方々が被災されております。こうした災害により、亡くなられた方々とそのご遺族に対し、深く相手のよう表し、 まますすとともににてのの被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます政府はこうした災害に対して、被害状況の早期把握及び被災者の救援・救助活動に全力を尽くすとともに、生活なりわいの再建、復旧、復興対策等について、関係省庁一体となって対応してまいりました。新型コロナウイルス感染症の現下の状況においては、避難所における3つの密の回避など、感染防止に十分留意する必要があり、 安全な親戚、知人宅等も避難先となること等について、住民の理解を促すとともに、ホテルや旅館等の活用も含めた可能な限り多くの避難所の確保、避難所の衛生管理の徹底等について、自治体の取り組みを促してきました。令和2年7月豪雨は、初めてのコロナ禍でのもとでの大規模災害でしたが、こうした取り組みに加え、感染症対策に必要な衛生用品や、 パーティション等もプッシュ型で支援するなどの対応により、避難所における感染症対策はおおむね適切に行われていたと認識しております。また、コロナ禍でボランティアが集まりにくい中、ボランティアが行っていた被災家屋からの土砂出し等について官民が連携して対応したり、災害ボランティアセンターの人件費等を公費で負担できる仕組みを整えるなど、行政とボランティアの連携や、ボランティア活動の環境整備を進めております。 今後も新型ウイルス感染症の感染状況も踏まえつつ、関係省庁や自治体と連携しながら、災害のたびに得られる経験や教訓を生かして、災害対応に万全を尽くしてまいります。続きまして、防災対応等の主な課題と取り組み方針についてご説明いたします。まず、避難対策の強化についてであります。避難対策については、災害の教訓を踏まえ、不断の見直しを行ってまいりましたが、現在、制度面も含め、 よりり抜本的な対策の検討を進めておます避難情報については、避難勧告で避難しない人が多いことや、避難勧告と避難指示の違いが分かりにくいなどの指摘があることから、避難するべきタイミングが明確になるよう、避難勧告と避難指示を一本化することについて、検討を進めております。また、令和元年、東日本台風において、さまざまな課題が明らかになった広域避難については、避難手段や 避難先の確保について、多様な機関が関わる調整事故が生じることから、国の対策本部を災害発生前から設置できるよう検討を進めております。さらに、高齢者や障害者など、自ら避難することが困難な方々についての避難計画である個別計画の策定を促進し、その実,実効性を高められるよう検討を進めております。次に、被災者支援の充実についてであります。 被災者再,活再建支援制度につきましては、全国知事会からの半壊世帯への支給対象拡大の要望を受け、全国知事会と実務者会議を設けて検討を行い、本年7月30日に検討結果報告を取りまとめました。この検討結果なども踏まえ、半壊世帯のうち比較的大きな被害を受けた世帯を支給対象として追加し、令和2年7月豪雨から対象とすることについて、今国会へ法律を提出いたしました。 次に、地震対策の強化についてであります。南海トラフ地震や首都直下地震をはじめとした大規模地震への備えについては、想定される甚大な人的被害や、経済的被害への対応のため、関係機関と連携し、予防的対策等に取り組んでおります。大きな揺れや津波の発生が懸念されている日本海溝千島海溝沿いの巨大地震への備えについては、中央防災会議のもとに設置したワーキンググループにおいて、 積雪寒冷地特有の課題も踏まえ、被害想定や防災対策についてご議論いただいているところであります。引き続き、大規模地震に備え、防災対応の一層の向上に努めてまいります。さらに、火山災害の対策については、大規模噴火時に想定されている広範囲にわたる火山灰の影響に備えるため、中央防災会議のもとに設置したワーキンググループの報告を踏まえて、関係省庁等からなる 担当体をを設け具体的な対策を検討しております地域の防災力を高めるため、地区防災計画の策定、ボランティア、NPO、行政の連携、共同の取り組みを進めるとともに、防災推進国民会議等を通じた防災教育や、防災意識の啓発、11月5日の津波防災の日、世界津波の日を中心とした津波防災の啓発などに一層取り組んでまいります。 コロナ禍により、国際的な人の往来は制限されていますが、オンライン会議等を通じて、防災に関する技術やノウハウの海外展開に向け、官民が連携した活動を進めるとともに、仙台防災枠組みに基づき、我が国の知見や教訓、防災に関する取り組みを世界に発信し、国際防災協力を推進してまいります。切迫する大規模地震や気候変動の影響により、 激甚化、頻発化する自然災害に対し、人命、財産のみならず、経済、社会システムを維持していくことは、国土強じ化の観点で極めて重要であります。このため、引き続き、国土強じ化基本計画に基づき、個別の施設整備やソフト対策にとどまらず、流域治水など、関係者の連携による施策、インフラ、防災、減災分野におけるデジタル技術の活用や、老朽化対策を推進するなど、 横断的的総合的に推進してままいります今年度は、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策の最終年度にあたりますが、3カ年緊急対策後についても中長期的、中長期視点に立って、計画的に国土強靭化を推進できるよう、年末に向けての予算編成において、中長期的に取り組む具体的内容や目標、中長期の見通しについて検討した上で、 必要十分な予算を確保し、オールジャパンで対策を進めてまいります。国土強靭化に資する税制についても、関係省庁と連携し、さらなる充実を図ってまいります。今月10日には総理から新たな経済対策の策定及び第三次補正予算の編成について指示があり、柱の一つとして、防災・減災・国土強靭化を機動的・弾力的にしっかりと進めるとともに、災害からの復旧・復興を加速するなど、 安全安心を確保することとされております総理指示を踏まえ新たな経済対策に盛り込む防災減災国土強靭化の取り組みについて取りまとめてまいりますまたこれまでも防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策の取り組みを着実に進めているとともに令和2年度当初予算及び令和元年度補正予算で計上された国土強靭化関係予算により稼働掘削 堤防強化や水害リスク情報の提供などハードソフト両面での国土強靭化に取り組んでいるところです国土強靭化を効果的に進めるためには地方公共団体を中心とした地域の強靭化の推進が極めて重要ですこのため地方公共団体による国土強靭化地域計画の策定を促進し地域計画に基づく事業への支援の強化を図ってまいりますさらに 国土強靭化を実行あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取り組みが極めて重要です。国土強靱化に関する民間の先導的な取り組みの発信や、事業継続に積極的に取り組む企業の支援等を行うとともに、国土強靱化に関する国民の意識の醸成に資する取り組みを充実させてまいります。以上申し上げましたとおり、一連の災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、被災者に寄り添いながら、 被災した地方工業団体と一体となって取り組むとともに、これらの災害を教訓とした対策の一層の充実を実現し、災害に強くしなやかな国づくりを進めるため、大きな使命感と責任感を持って全力を尽くしてまいります。新妻委員長をはじめ、理事、委員、各位の格別のご指導、ご弁達を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 赤澤内閣府副,副大臣国土強靭化担当防災担当内閣府副大臣の赤澤良成です令和2年7月豪雨をはじめとする一連の災害によりお亡くなりになられた方々と ご遺族に対しまして深く哀悼の意を表しますとともに被災者の方々に心からお見舞いを申し上げる次第です災害から国民の生命身体財産を守ることは国政の最重要課題の一つでございます国土強靭化担当防災担当内閣副大臣として小小野木大臣を補佐し一連の災害からの復旧復興 今後の災害対策と強靭な国づくり全力で取り組んでまいります。え新妻委員長をはじめ、理事委員各位のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。和田内閣府大臣政務官。はい、おはようございます。国土強靭化担当、防災担当大臣政務官の和田義昭でございます。一連の災害により。 お亡くなりになられた方々とご遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。政務官として赤澤副大臣とともに、小此木大臣をお支えし、災害からの一日も早い復旧・復興と、災害に強くしなやかな国づくりに全力を尽くしてまいりまますす委委員員長をはじめ理事委員閣議のご指導賜まりよまようよろししくお願い申し上げます。 本日はこれにて参加いたします。